はいどうもこんにちは、ラスカルでございます。今日はですね、台湾の、旅の動画となっております。ホテルから徒歩1分の食堂に行きまして、ちょっとなんとなくなんでね、店名とかわかんないんですけど、こんな感じでいろんなメニューとかお持ち帰り用の料理なんかもずらっと店頭に並んでる感じでございます。今回注文したのがこんな感じでございます。ご飯物が2つに麺類と汁物、右側に書いてある大きいワンっていうのが大盛りってことで、全て1個ずつ頼んでおります。台湾の普通の町食堂の方に来まして、お昼ご飯取りに来ました。学习如何自己转学。没捞过，